ヒトプエンテは、米国、ニューヨーク出身のラテン音楽、ミュージシャン。マンボの王様、ラテンの王様とも呼ばれ、ティンバレス、ビブラフォン、キーボードなど、複数の楽器を器用に演奏した。また、作曲家、編曲家、バンドリーダーとしても足跡を残した。1940年代から活躍し、ペレスプラードラとともに、1950年代、 マンボブームの立役者の一人でもある。プレイヤー及びバンドリーダーとして、後のラテンジャズやサルサの発展にも寄与し、自らのバンドから多くの行進を輩出した功績もあった。スペイン語では、息子のことを伊藤と呼び、プエンテはエルネスティートのティートからティートの愛称で呼ばれるようになった。プエルトリカンの両親を持つ、ニューヨークシマンハッタン北東部のヒスパニック居住区で、 少年時代を過ごした。13歳の時、プエンテは、ラモン・オリベーロの楽団に加入しデビューする。マチート、ホセ・クルベーロ、ノロ、モラレスの楽団に参加している。1948年に、自己のグループ、ピカデリー・ボーイズを結成。デビューから1950年代初めの、プエンテ楽団には、エディ・パルミエリの兄、チャーリー・パルミエリや、マニー・オケンドが参加している。 ティンバレスは、もともとは、リズムを支える地味な楽器だったが、プエンテはそれを前面に出すことで、ラテン音楽の主役楽器に押し上げた。プエンテの代表曲である、おイエ・コモバは、ラテンロックバンド、サンタナにカバーされ、ラテン世界以外にも知られるようになった。プエンテはライブで、サンタナの曲をやってくれと言われるんだとジョークを飛ばし、観客を笑わせていた。以降、生涯現役として、 精力的な演奏活動を続け、一時的な人気の低迷はあったものの、死の直前まで音楽活動を続け、100枚を超えるリーダーアルバムを残した。ありがとうございます。